いや、捜索がうまくいくことを願うよ。設計図はどこで探せばいい？他のウィッチャーについて話を聞こう。もちろん。誰から始めようか。猫流派の話をしよう。1年前、公爵家付きの鎧職人バルトローメ・ド・ローネイが使いの者から受け取ったウィッチャーの設計図の真贋を確かめるよう依頼してきた。実は当時彼は衛兵隊用の新しい鎧を手掛けていた。ある猫流派のウィッチャーが装備一式と引き換えに設計図を売ると彼に申し出た。設計図は実に役立つはずだった。それは本当にウィッチャーの設計図だったのか？一片の疑いもなく。ドローネイが写しを撮らせてくれなかったのが残念だ。彼はウィッチャーが彼を殺して金を奪うのではないかと不安がっていた。だがその不安は的中したのかもしれん。ほどなくしてドローネイは跡形もなく消えた。彼が以前住んでいた家で手がかりを探してもよかったが、廃墟とかして危険すぎてな。他のことについて聞きたい。じゃあな。良き放浪の旅を。ドローネイの家に違いない。と野望に負けて最後には命を奪われた者の物語か。よく見える。あ、ドローネイが記していた盗賊の野営地だな。自分に課した掟を一つ破ったらもう歯止めが効かなくなるだろう。このウィッチャーと鎧職人は運が悪すぎたような。霞の洞穴か。何の名前だ。調べるべきだな。盗賊は洞窟から前へ持ち出しただろう。誰でも感じたことがある。
全てを捨てて人生をやり直す衝動を、こいつは衝動のままに行動した。代償が何であろうと、悲しい過去のある設計図だが、立派に役立ててやろう。いや、捜索がうまくいくことを願うよ。何か作ってもらえるか。もちろん。じゃあな。良き放浪の旅を。